元気マン。はい、こんばんは。ゴールデンウィーク始まるよ。イエイ。ゴールデンウィークは俺は釣りは行きません。もう人だらけは嫌。うん。みんなでも楽しんでるからね。まあけど、フィニッシュショップがめっちゃ忙しいんですよ、ゴールデンウィーク。あ、そうか。うん。そう、だから、まあ、毎日フラフラになるぐらい忙しい。やっぱり遠いとこから来る人も多い。めっちゃ県外多いっすよ。お、まあ、里帰り的なのももちろんあると思うし、旅行もあるし。なるほど。うん。で、本当県外の人らでごった返すし、地元の人らもいっぱい来るし、なかなかね、楽しい休日です。今年10連休らしいよ、長い人。そうか。そんな休んでどうなんすか。じゃああれかな、もしかしたら外遊びだけ今まで見てたけどちょっと来てみましたいう人もおるかな。多いと思う。で、まあ本当香川県って日本一狭い県じゃないですか、うん、案外遊ぶとこもいっぱいあるし、でフィンチで結構長時間おってくれても全然いいんで、ぜひ遊びに来てほしいですね。いいね、来てくれたらね。うん、そう、案外本当行くとこ多いですよ。で、香川って愛媛行くんも徳島行くんも高知行くんも近いじゃないですか。そうね。うん。そう、だから結構。なんなら大阪行くんもそう遠くないしね。そう、岡山までもすごい近いし、いいとこっすよ。うん。うん。なかなか。まあ、とりあえず香川といえばうどんやけど、うどん以外にもいっぱいありますから。お、じゃあ今回は、はい、アコを釣りながらフィンチショップに来た人が楽しめるおすすめ、元気マンおすすめのスポット紹介する。当たったね今。え、なんて当たった。ごめん監督、もう一回お願い。おすすめのスポット紹介する、元気マンの。あ、いいっすよ。いいし、うん、なんだ、一つだけ、うん、約束事というか、うん、おすすめスポットを自分で調べていくももちろんいい、うん、いいんやけど、間違いないのはまずフィニッシュショップに行ってどこをおすすめっていうのを聞いてください。ああ、なるほど。それが一番早い。なるほど。うん、だいたいね、ネットとかガイドブックとか載っとんのってだいたい観光客が行くとこやから、うん、地元の人が本当に行くとこっていうのはやっぱりね、乗らないね。まあ元気マン、まあまあシビアやからな。そう、うどんとかめっちゃうるさいよ。普通に食えるやんみたいなところまずいって言うからな、はい、元気マン。そうなんですよ。そう、もうね、好みがね、うん、あれっすよ監督、いいものを食べてきてるんですいません。お坊ちゃんやから。お坊ちゃんやから。それはもうすいません。もうけど美味しいとこ紹介します、うん、遊ぶとこも紹介します。そうそう、元気マンが食にうるさいのは元気マンのお家で出てくるお料理がむちゃくちゃ美味しいからよ。うちの母親が料理鬼うまいんで、うん、あれはびっくりす、はい、うん、もうその辺の店の人は真似できんぐらいうまいから。あ、うん、うまいと思う。そう、あら、ロッドがね、もう一本映り込んどんやけど。え、誰か近くで釣りしよる。これぐらいくっついたら見えますか。見えてる、近いわ。ゴールデンウィークは何、臨時でウエスティンもお店行ったらおるわけ。いや、臨時じゃないです。え、もう毎日いますよね、元気さん。毎日ね、毎日出入りしとん。毎日出入りしてます。毎日怒られるんです。厳しいんですよ。もうウエスティンにも会えるん。会えます、みんな会いたいでしょ。会いたい。いや、ちょっと監督、だって元気マンより上手なんやろ。うわ、そういうそういう攻め方ですか。元気さんより上手じゃないから、来て早々、うん、どっちが釣りうまいんですかって聞くのだけはほんまにやめてほしいです。まあまあね、ウエスティンもこのゴールデン、初のゴールデンウィークですよ、フィンチに過ごす、うんうん。というわけで、これ外遊び言ってなかったよね。言ってない、言ってない。ウエスティンがうちで働くことになった。え、そうなん。そうよ。あ、ほんまですね。うん、
え、いつから、いつ決まったん、そんなん。まあ、4月の最初からお世話になることになりました。あ、そう。そうです。あ、晴れてフィンチの人になりました。フィンチマンになったんや。フィンチマン。コチマンから変わりましたね。あ、そう。はい。へぇ、ボンクラじゃなくなったんや。あ、ほんと。それが大事。これまでそうやって言われとったけど、うん、もう自分とこの社員のことボンクラとは言えんもんね。いや、まだね、うん、ボンクラ平社員や。あ、そうか。変わらんやんか。そうか。そうそうそう。まあけど、楽しいんやってますよ。へぇ、うん、知らんかった、それは。監督、うん、これから毎日来てください。いや、毎日いますから。いや、その顔見ないかんと思ったらちょっと足が遠のくな。いやいやいや、みんな来てくださいよ。これがね、ちょっと一つびっくりしとることがあって、人望があるんやなと思って、ウェスティン。あ、そう。結構ウェスティンの友達がいっぱい来る。へえ。それはびっくり。それはあいつなんであの仕事辞めたんやろういうんが気になって、それを聞きに来よるんじゃない？いや、けどそんな話もあんましないんですよ。あ、そう。僕が楽しそうに働いてるのを見ていいなって思ってくれたら僕はそれでいいんで。なるほど。そう、それはね、あ、大したもんやなと思う。あ、すごいなと。なんか、何さし、お祝い、うん、持ってきようかな。へえ。そうなんですよ。そうか、人望が熱いんか。まあね、ウェスティンへのお祝いなんかどうでもいいんで、僕にあんこをください。あんこを。これから来るじゃん。わお。和菓子中心で。和スイーツを。はい。そうけどね、めっちゃ持ってきてくれる、みんな。みんなめっちゃ持ってくるよ。本当赤服から始まってどら焼きから、なんか生どらとか、めっちゃ持ってきてくれる。めっちゃうまいね。ほんまに見たことないぐらいでかいどら焼きとか。そう、生クリームたっぷりのどら焼きとか、マジでうまい、全部。ええー、ね、うん、もう幸せ。美味しい職場なんですよ。うん。もう俺をそんなに引き取らしてどうするんですか。食べちゃうよ。もうけど、本当みんな手ぶらでゴールデンウィーク遊びに来てくださいね、はい。まあ有名どころ行ったらさすがにゴールデンウィーク混んでるから、うん、混んでないであろういいところを元気マンが多分教えてくれる。え、お任せを。今日この動画でちょっと何個か紹介する。いいですよ、いいですよ。間で行きましょう。元気さんおすすめ。まあじゃあもうちょっとしたら、うん、まあせっかく香川に来るわけやから、はい、うどんのおすすめ一軒教えてもらおうかな。いいですよ。一匹釣れたら一軒じゃすまん。うどんは今度は二匹釣ったら二軒紹介できる。あ、いいね。いっぱい釣らないかただね、ゴールデンウィーク中はね、やっぱ有名店は全部休むから、うんうん、ちょっとね、それが、まあけど、空いとるところで紹介していきましょう、うん、いや当たりそうやの当たらんね、うん、で今日は変わり、いつもと同じアコーで。アコーで、はい、アコーなんやけど、まあ去年1年間1年というか2、3年使ったよね、ディレンジっていうは、うん、ちょっとね、最近ねディレンジが釣れるのはもう当たり前になってきたんで、うん、新しい発見を求めていろんなワームを使いようんです。なるほど、はい、で最終的にはディレンジに戻るんやけど、まあこんなんもありかなみたいなワームをちょっと今後のそのものづくりの参考も兼ねて。ああ、なるほどね、うん、いろいろ。そうやな、うん、釣れるのは分かってる。こういうとこがすごいな。うん、釣れるものはもう2、3年やったからもう分かってる。もうディレンジに勝てるワームって今のところ俺の中ではないんで。でディレンジがね、今ね完売中なんです。だけどゴールデンウィーク明けに大量入荷します。入ってきますか。入ってくる。40アップ今日1本取りたいね。うわー、最高やな。40アップの場合は好きなうどん屋さん2個でもいいですか。そうやね、
20センチあたり1個、はい、キーパー20センチってことですね。だからなんていうの60っていうの、はい、60やったら3つ紹介できる。ゲンさん60つったことありますない。ない。この間、初めて覚えた言葉やから60使ってみた。60夢やね、こうかっぱりからおるはおる。うん、おると思うよ。まあ、おってもでも間違えて入ってきたんやろな。あ、間違えて入ってきたね。スッタンを見たことある。あ、ほんと。それはね、ジグ投げよった。あ、で、青物釣り寄って、なるほど、バックラッシュして直してる時に食っとったみたい。あ、ついつい追いかけてしまって入ってきたんか。うん、まあジグやったら 100m は飛ぶけんね。100m 近く飛ぶけん。そこはね、水深相当深いですよ。 30m とか 40m ぐらいあるとこ。やっぱ水深大事か。水深ある、大事。アコをやるときってあれってワームってブラックバスで使うワームを使ったりしてる、うん、もしかして。そうですね。そうやんね、はい、それはそれでありありっていうか、そういうもんなの。まあ、すべて、なんだろう、バス釣りから生まれてるようなもんですよ。で、アコ釣りなんて、バスマンがやったら、根こそぎ釣りますよ。あ、ほんと？バスマンが一番うまいですよ。へぇ。ただ、一つ違うのが、まあ、ちょっとこれ、長くなる話かもしれんけど、バスマンとソルトの釣りの人の違いっていうのは、うん、僕が思うにね、うん、バスマンは小手先の釣りなんですよ、うん、小手先っていうのはそのおる湖や池から、うん、絶対おるじゃないですか、うん、でそれを釣ってどうにかして釣っていく、うんうんうん、探求してまあテクニックで釣っていく釣り、うんうんうん、海ってテクニックはそんなに必要なくて、うん、条件を釣っていく釣り、はい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 、もう10分ごとに変わっていく条件を釣っていく釣り、うんうん、なんなら投げてる範囲半径何百メーター魚消えることやってあるが、だからまあテクニックの釣りと条件の釣りですよね。あ、の違いですよね。その両方ともできる元気マンはすごいぞっていうこと。天才やと思う。聞いた聞いた。俺バスプロでタイトル持っとうから、ね、タイトルホルダーですから、ね、まあ遠い昔やけど。だから条件の変化を探るのはソルトの人が一番うまい。ただそのテクニックはないバスマンの方が上やから、テクニックの釣りを折るところでやらしたらバスマンは強い。なるほど。なるほど。ただ魚を探すとかパターンを見つけるっていうのはソルトの人の方がうまいかな。よって俺が最強。誰も言うてくれんけん言わして。俺が最強っていう歌作らないかんな。私が最強やろ。知ってるんですか。アドやね。知ってるんですか。アド、アド知っとるよ。飯山商店にちょっと曲作ってもらおう。こんな踊りの。そう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 。元気マン、飯山商店に曲作ってもらえる。いや、もうマジで作ってほしい。俺が最強、うん、俺が最強、外遊び。いや、作ってもらいたいな。いくら出したら作ってくれるかな。外遊びのオープニングもそろそろさ、うん、変えたいんやけど。あ、なんか曲作ってくれんかな。あれみたいな、原西フィッシングクラブみたいに。あ、誰が歌うん。え、誰が歌うん。金山商店。金山が歌ったらこれが。元気マンはこのテキサスでやっとるときは、うん、まあ場合によって違うと思うけど、はい、ちょんちょんってこう弾き上げるやんか、はい、それは
あのボトムからどんぐらい跳ね上がっとるイメージ。10センチぐらい。10センチぐらい、うん、10センチぐらいのイメージ。大きくても30センチまで。あもちろん投げてすぐだったらラインがまだ沈んでないんで、うん、結構上に上がるんですよ、うんうんうん、それはこのロッドの振り幅で調整しよう。なるほど、うん、ラインって P ラインってすぐ沈まないんで、うん、もうキャストしてすぐのとこはもうこういう状態なんです。あだからこっから引っ張りよるから結構上なんです、うん、その高さはジカリグでも一緒。ジカリグはね、うん、もう跳ね上げん。俺はもう跳ね上げんのズルズルって、うん、もうボトムをはわすみたいな。そうボトムはわしとる。でもうジカリグ使うときはここに何かがあるっていうのを見つけてから、見つけてからというか知っとるときはもうそれをするし。あもうテトラとかはジカリグの方が圧倒的強いし。あ食いました。あ、脱げた。なんしょん。え、今でかかったんですか。いい当たりやった。でっかい A やったな、今のは。いや、そういう感じか。あげんかったら何も言えない。未熟やな。いやー俺もこの間でかいんやってしもたけどな。バーム何？バブルクリーパー。バブルクリーパー、はい、これ元気マンが開発したやつだ。これねめちゃくちゃ強いんですよ。もう今は亡きバブルクリーパー。あの似てない元気マンの顔が書いてあるやつだ。いやいや当時は似てたんですよ。影出しちゃったから。いやあのコーナーありましたからね。うん、釣り具屋が勝手に元気マンコーナー作っとったけど結構なスペースで、しかも無断で。あほんま。自分で写真持っていくようなダサいことせんけど。ヤキさん、おもろいわ。釣り具屋さんは、うん、あれあの釣り具屋さんのスタッフさんが大体みんな釣りする人なのかな。そう多いですよね、うん、スタッフが釣りましたみたいな、うん、監督行くところはなんか写真貼っとる。 ありますね、多いですね、うん。いや釣り具屋さんにしれっと行って監督が何て思われよるかは分からんけど、気づかれとるかもしれんね、喋ったら。まあ、うん、釣り具屋は見てますよ、外遊び見とるかな、うん、声かけてくださいよ、釣り具屋さんに聞いたら。監督さんですか言うてくれたら外遊びのステッカーでも渡す。おあるんそんな。未だもう5年ぐらいこのチャンネルやっとるけど、外遊びグッズは今まで作ったことないから。作らないかんね、なんか。そろそろステッカー作りますか。うん。外遊び？はい。ダサくない？そこはだってものづくりのプロがいるから。あそうか、かっこよくなるか。うん。やるよ。吉田周平が。今これ水深1メートルないかも言うてやりよるけど、はい、その1メートルないかも言うとこでもおりそうやないうところは、はい、やっぱり可能性がある。僕は、うん、何やろあ、食った今。お食った。あ、やられとる。やられてます。この通り。ビローン。無残だ。いや違う、今フッキングがおかしかったんですよ。もう巻き取ろうと思ったら当たるって思って。いやーやっちまったよ。水深1メートルでもおったね。おったね。多分アコやと思う。
重かったっけど、ね、監督は場所わかるけど浅いっすよねこれ、うん、浅い。これはどうだ、あの潮が明けたら水深が出るところやから浅いけどおる感じ、うん、そうっすね。もう常に浅いところはやっぱりちょっと捨てる。ね、浅いとこと深いとこが隣接しとんですよ。ああ、なるほど。要は駆け上がりがあったりするよ。そうそうそう。もう今完全駆け上がりの上やりよんで、うん、今駆け上がりのとこをウェスティンがしようんですよ。うん、だから、ま、ウェスティンが釣れそうなところをやって、ケンキマが釣れなさそうなところをやって。まあ試してるとこ。まあ、後輩やけんね。さあせん。あ、聞こえとったね。うん、ピンチの近くで、はい、本当にもう10分、15分で行けるようなところでうどん屋さんってあったっけ？多分ね、10軒はあると思う。10軒はある？ある。あ、確かに並んでるところとかもあるもんね。うん、あるある。だからね。なんでここが人気やなんやろうっていうところもあるしね。ある。どうしてもやっぱりガイドブックに載ると行列県外から来た人行くから、うん、ただね、まずいとこ本当に食えんぐらいまずいみたいなないっすよ、うん、どこも大体、ああまあまあこんなもんかな。うどんだけはね、俺らも毎日食うでしょ、うん、好みがねやっぱ出るんで。そうやね、うん。それはね、もう。じゃあちょっとまずピンチの周りに何があるかを紹介しましょう、うん、何があるかな。まずはまず、まあ一番有名なの、これはうどんじゃないよ、うん、遊びに行ったらいいんじゃないっていうとこ、うん、ピンチから、うん、車で2分、お車で2分です、うん、まず四国水族館がある。四国水族館、うん、四国水、逆に言うたら四国水族館を目指してきたらフィンチはすぐ近くにあるっていう。はいはい。四国水族館のいいところは、うん、やっぱ新しい、うん、で新しいんやけど新しいやから綺麗なんやね、うんうん、小規模な水族館やけど、うん、新しくて綺麗でイルカとかもおるし、うん、まあ、子供たちも遊べる、うん、でね、その子供たち連れてくるんだったら、インは横に臨海公園っていうのがあるんですよ、はいはいはい、臨海公園の遊具も案外遊べる、うんうん、まあアスレチック系とみたいな感じだから、うん、案外ね、いいですよ。で、それがまあフィンチから2分、うん、でフィンチから2分のところにもう一つ、うん、ゴールドタワーという。ゴールドタワー、はい、もうゴールドタワーといや、もうその名の通りゴールドのタワーです。そう、ゴールドのタワーです、うん、四国じゃ一番でかい建物、多分高さで言うたらそうなんちゃうかな、うん、高さで言うたらタワーす、うんうん、が建っとんすよ。もうそう、まあ、あれね、都会の人が見たらね、え、あれオフィスビルとかって言うんやけど、うん、何にも入ってない。そう、ただ今ゴールドタワーの一番上に、うん、金魚のアートやってるんですよ。空金ね。空金。そう、金魚が空を飛んでるみたいなアートがあって、それがね、案外いいっぽいっすよ。で、僕行ったことないんですよ。あのね、うん、映え写真が撮れる。ああ、なるほど、うん。空を飛んでるっぽい金魚と一緒に撮れたり、うん、まあ金魚だけ撮っても綺麗なんやけど、うん、まあ高い、まあ、上まで上がる、まあまあ値段取られるけど、いや、ただただ。嘘、あれ入場料だけで、あと全部ただなんですよ。入場料取られるよ、うん、うん、あれ分刻みでしょ。分刻み、うん、10分いくらとか。いや違う、30分いくらで。エレベーターで上まで上がるにいくらっていうの取られる。そうなん、うん、ちなみに俺はそのゴールドタワーの最上階で、うん、バーテンをやってました。あ、そうなん。20年前に。それ、その頃とは変わってる。うん、あ、もちろんもちろん。
まあ、あの辺り、まあ、結構遊べますね。今はね、プレーパークゴールドタワーで子供たちがなんかちょっとスポーツができる、そう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 、遊具があるね。うん、まあ子供も楽しめるし、大人もまあまあ、金魚みんな良かったって言いますね。じゃあその周りで言ったら、うん、もうけど、あと海に関するもの、うん、公園系が多いですよね。公園ね、うん、まあ有名なんで言えば、うん、栗林公園もあるし、香川県の、うん、栗林公園から万能公園だとかあるんですよ、うん、で栗林公園はね、フィンチからちょっと遠いけど、うん、まあ言うても30分ぐらい、うん、だけど俺日本三大庭園行ってるんですよ、うん、そこより全然すごかったっ。まあ本当、うん、そう、まあ栗林公園はそうやな、行ってほしいところではあるな。うん、すごい公園。でも万能公園、はい、あれって国立の公園じゃないですか、はい、だからお金かかってるだけ、うん、やっぱりその時期その時期で、うん、植わってる花の数が違う。ああ、まあ子供も遊べるしね、うん、で万能池って日本で一番でかい池なんですよ、ため池なんで、うん、まあこれが池って思うぐらいでかい、うんうん、そんなんもあったりする。あそこ釣りはしてええんやん。ダメダメダメな、うん、万能池は釣りできんのや。釣りできません。へえ。まあブラックバスの聖地ですけど。あ、そうなん。はい。へえ。昔はね、よう一挙ったけどね。いつしかダメになったよ。うん、ダメになった。うん、そう、とかあと何があるかね。まあけど香川、まあ、香川県ってため池日本一じゃないですか。はい。あれでもため池ってやっぱり今のご時世どこでも釣れるわけじゃないんよね、うん、あかんところ多いよね。多い。この何年間で急激に増えたっぽいですね、うん、だからまあブラックバスが釣れるところもあるけど、情報が不確かであったらそんなとこでは釣りをせん方がいい。ああ、もう絶対せん方がいい。まあ府中湖とか行ったら間違いないんで。ああ、うん、そう。でまあ香川県といえば、香川県というか四国といえばお遍路さんが多い。ああ、ああ、だからお寺好き、寺院好きの人たちもやっぱね多いんですよ。ああ、でうちの近くだったら、有名なとこだったら豪昌寺だったりとか。ああ、もう歩いて3分。もう歩いてすぐ。まあ立派なお寺っすよね。ああ、歴史建造物がいっぱいある。ああ、もうお寺だらけなんですよね、うちのフィンチの周り、うん、だからそういうのも興味がある人はここいいですよっていうのを言えるし。エンキュバン知っとった。閻魔様がおる。あ、知っとるよ。知っとる。うん、豪昌寺の下でしょ。うん、うん、うちの子供よく泣かした。あ、ほんま、うん、あそこ連れて行くと。あそこ連れてって。そう、だから結構歴史な建造物はめちゃくちゃ多い。そうやね。はい。美味しいコロッケ屋さんあるし、ね。ああ、前田のコロッケね。さすがにコロッケ屋さんはゴールデンウィークやから言うて、うん、いつもより行列ができることはないやろ。と思うけどね。うん、で、そこのコロッケはマジでうまい。ね、ちょっと甘めの。うん。うん、そう。で、高い。まあ、しょうがないよ、今。もう、物が高くなりよるし。うん。まあけど、百何十円。うん。まあけど美味しい、まあ、美味しいのはもう間違いない。それもフィンチ行って元気マンに聞いたら場所を教えてくれ。教えます、教えます。精肉店やね。精肉店ですね、うん、うん、もうね、本当にどうやって注文してええか焦らすぐらいのおっちゃんが出てくる、うんうん、まあそれも田舎のいいとこです。そうそう、それがちょっとした古い町並みじゃないけど、その元気マンとこのお店のすぐ近くのちょっとした古い通りにあるね。はい、商店街というか。そうなの。はい、あそこおはぎ屋さんとかもあるよ。おはぎ屋あるね。で、おはぎとかお餅屋さんもありますね。その辺は結構ね、いいですよ。美味しいとこ多い。まあ、美味しいもんばっかり、なんていうの、固まっとる感じだね。昔ながらのお店。
まあけど観光地だったら、まあ本当神社、そうやね、お寺、お寺、まあ近場で言うたらその3分で行けるところもあるけど、うん、好きなその県内の、88箇所のうちの神社で、はい、好きなとこってどこ？僕観音寺。観音寺、うん、空海が生まれたって言われてる。そう、砂で書いた大きい観音寺か。観音寺、善通寺じゃなくて、善通寺じゃなくて観音寺、寛永通宝っていう、うんうん、貴重巨大な砂絵があったり、そういうなんか結構見どころで、あと善通寺にはね、うん、肩パンっていう、あもうね仮面、うん、あれ何、クッキー、あれはせんべい、せんべい、うん、があるんすよ、うん、肩パンね、あれはもう買っとくわ、食え、あれもうずっと口の中で飴より硬い、うん、石かと思う、うん、最初、けど味は美味しい、そういうのがあって、名前もなんかどういう名前やったと思うよ石とか岩とか、え、肩パンでしょ、肩パン屋さんなんやけど、うん、なんか種類が5、6種類あって、はい、なんかほんまに硬いやつは石かなんかそんな名前がつくと、そうなんだ、まあ元気マンが家族連れなのか一人で来とるんか、うん、カップルで来とるんかによっていろいろ教えてくれるね。そうそう、このルートで回ってホテル聞いてここがいいよっていう、うん、なんならカップルだったらラブホテルの場所まで教えるここ綺麗よ、あそう、はい、詳しい詳しい、あやった、はい、お任せある。あとはね、遊園地だったらレオマワールドでしょ。ああ、ゴールデンウィークのレオマか、うん。ちょっと乗り物に乗れんかもしれんな。まあまあね、レオマワールドもあるし、橋渡って岡山15分なんで。出た。ブラジリアンパーク。はい。鷲羽山ハイク。まあマジで。四国だったら、どこ行くも真ん中にある位置にフィンチはあるんで、はい、まああとドライブ車で来るんやったら、はい、瀬戸大橋渡るなりあっちの明石大橋渡るなりでちょっとね、うん、普段ないレインボーブリッジとは違う長い橋を渡る、あそうですね、うん、なんならだって明石大橋渡ったらナルトの渦潮も見れるじゃないですか、うん、見れる見れる、ナルトの渦潮までうちから1時間、うん、高知のたたきまでうちから1時間、うん、道後温泉までうちから1時間、うん、はい、いいよ、中心をフィンチに考えてもらったら四国で楽しめるよ、楽しめますね、四国の中心で愛を叫ぶ、ピンチを叫ぶブレイクやけん、食いそうなんですよ、食いそうな、はい、僕より左が浅いっすか、浅い、だいぶ浅いでもうちょっと推進ないと無理だわ、ちっちゃいのでよかったらすぐ釣れる方法はあるんやけど本当にちっちゃいんですよ25センチから30ぐらいまで、30は超えんね、土井さん、土井さんが開催するあの木地旗祭りいつあるん？来月の20何日ゴールデンウィーク明け、あ全然、うん、もう土井さん主催、土井さん主催、うん、行きます、監督、行きたいな、行けたら、うん、行きましょう誰でも参加できる、え、大会に、うん、うん、できる、へえ。当日エントリー、予約、いや、予約、うん、これはせんけど、あの、フィンチでブース出すんで、うん、うん、そっちで手いっぱいで、あー、なるほどね、それ終わったらすぐ北海道行かないかなんですよ、おだから監督も行くやないですよ、お
そうか、僕さっき入っとんで、うんうん、そうやね、うん、1週間前に入っとるからね。そうそうそう、7グラムです。入ってますよ。あ、こうやった。あら、あ、乗ったと思った、完全に。え、乗ったと思った。あ、俺も乗ったか思った、一瞬乗った、完全あこうやった。なんで乗らんかったん。いや、バブルプリクリーパーに、バブルクリーパーじゃないや、リレンジに助け求めようかな。一回ちょっと助け求めてみてよ。あれでしか釣れんっていうのがムカつくんですよ。あ、ちっちゃいわ、ちっちゃい。なんだこれ、ガシラか、ガシラかな。ガシでした。ガシ、あ、ほんまや、ちっちゃい言うても、うん、うん、まあ、はい、メバル釣りって釣れるやつよりはちょっと、はい、バイバイ、ありがとう。ガシかい、ガシやったね。まあね、テトラやったんですよ、うん、まあこうやって当たりは出るの、なんかしら。なるほどね。ただこれを狙ってないから、こっちどうや、ショートキャストで。そういや、元気マン、はい、見てないかもしれんけど、はい、タモリステーションって見た。いや、なんそれ。タモリさんがやってる、まあ、月1ぐらいでやってる番組だけど、はい、海がおかしいっていうテーマで、うん、2時間ぐらいやったんかな。もう日本のおかしいやつを全部やりよったんやけど、はい、サンゴがないところにがサンゴだらけになっとったりとか。へー。で、まあ、基本はデータとかが必要やけん、うん、取れよった魚が取れなくなったところとか、はい、いなかった魚が取れるようになったところばっかりの取材なんやけど、はい、まあ、まあまあひどいわ。うん、いや、ひどいと思う、うん、どんどん、海が死んでいけるっていうのは釣りしよったら本当わかる、うん、ほんでね、うん、世界の標準よりも日本近海の方が水温の平均が上がってるんやって。へ、そうなんや、うん、で、まず大陸の方から冷たい風が起きて今夜になったから、はい、日本海が暖かくなったんやって。ああ、そうなんだ。から太平洋側におったような魚が日本海におったりするようになって、うんうん、であとは黒潮の蛇行がひどくなって、うん、稚魚が運ばれてこなくなってるんやって。あ、農薬だけじゃないんや、うん、農薬っていうのは一個も出んかった。あ、そうなんや、まあ、農薬テレビではできんわね、うん。まあ大きく見たらそうなんでしょうね、ええ、いや、もうけどどんどん海は死んでってますよ。死んでいってる実感、はい、あるある、ええ、この時期なんかマツイカとかいっぱい釣りよったんですよ、昔、うん、昔って言うてもそんなに遠い昔じゃなく、うん、じゃなくって、全然おらん、一匹もおらん。でアオリイカもダメでしょ、ええ、ちょっとね、おかしい、本当におかしい。まあね、イイダコももう皆無やしね。うん、イイダコはね、もう漁師がやりすぎたね。ああ。やけど、イイダコを餌にするもうちっちゃいカニとかさ、うん、あとアサリがもうどこでも取れんから。ああ、まあアサリがおらんのよ。アサリおらんすね。元気さん釣りましたね。
だし。えち。あ、こうやで。え、ね、ほら。多分釣りましたね、あれは。ほんまや、こうや。こんばんは。こんばんは。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。立派なアコ、五条版見えんかね。もうギリギリまで、ギリギリまでですね。ほら。でかい。親指の爪が出てきた。いやもう、手も50センチあるぐらい。ありがとう。バイバイ。いやー。食った。お。お。あお、さっきよりでかそうじゃない。いやー、ちっちゃいな。ちっちゃいわ。なーにー。ちっちゃいわ。飛んできよる。飛んできよる。よいしょー。アコ？いや、ガッシーよ。でかガッシーよ。さっきのアコよりでかいじゃん。さっきのアコよりでかい。でかガッシーでした。なんや、お前か。めっちゃええ当たりしたのに。お前か。チキショウ。けど、共存しとんやで。ありがとう。やったね。でか。でかガッシー。バイバイ。こいつの方が口開けてくるから重いやろ。ちょっとええやつかと思った。さあ、釣れなさそうなシリーズ第2弾いこうかな。釣れなさそうなシリーズ第2弾。ほら、ピンク。うん。釣れなさそうでしょ。でしょ。パステルピンクや。パステルピンク。いちごミルク。いちごミルク、確かに。わあ、釣れなさそう、この色。いやちっちゃいわ。ちっちゃい。チャポンチャポンよる。なんだ、チミは。やったー、アコーや。やったー、アコーや。ミニマン。釣れない色のワームで釣ったよ。ほんまや。はい。パステルピンク。パステルピンク。形もなんか変な感じ。イエーイ。やったね。もう、3倍ぐらいの欲しいな。バイバイ。釣れた。やる気ある当たりでした。やる気なかった。もっそりバイトやった。監督、じゃんじゃじゃーん。ちょっともっと寄ってもらえますか。ようかけたな、それ。すごないっすか。うん。ちょっと監督、なんかやってもらっていいですかね。はい、逃がしてやって。あ、すいませんでした。あ、元気マン。はい。うどん屋、そろそろ教えてもらおうか。うどん屋すか。うん。もう俺、3匹釣ったけどね、一応。うん。ね、まずゴールデンウィークって、ほんと有名店が閉まるんすよ。うん。有名店はもう外しましょう。うん。どこがええかな。まあけど、どこもいっぱいっすよ、ゴールデンウィークは。うん。で、僕がおすすめするんだったら、まあ、混む混まないは後にして、まず第1位、中村うどん。中村うどん。はい。で、中村うどんって2軒あって、うん、ひらがなの中村うどんと漢字の中村うどんがある。漢字の方です。ああ。はい。食べるもんは釜玉か釜揚げが僕は好き。ああ、うん。フィンチから言うたら車でどんぐらいですか？ 5 分。5分？うん。うん、近いね。近い。ただね、フィンチから車で10分圏内に10軒以上あるんで、うんうん、まあどこぞある。なるほど。はい。で、間違いなく入れるうどん屋、うん、で、まあ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 言うたらそこのうどん屋に悪いけど、僕もたまに行くとこ、うん、まあ、麺太郎。麺太郎。はい。麺太郎っていうとこあるんですよ、うん、そこはゴールデンウィークでも入れ、もう比較的並ばんでも入れると思う、うんうん、はい。まあ、うどん屋さんは昼間のお店やから、うん、ね、
時間が集中しとるから普段行ってもみんな地元の人も並んでるからね。そうそうそう。けどね、まあ僕ら5分以上10分以上は並ばんじゃないですか。メンタロー、メンタロー、うん、ここが入りやすいかな。なるほど。はい、次がね、僕が個人的に好きなお店、うん、ジャンボうどん高木。お、はい、ジャンボうどんとかって買い取ったらまずそうなチェーン店っぽい感じですけど、ここはね釜揚げ専門店です。おお、ジャンボだ。ジャンボ、ジャンボっていうメニューがあるだけで、小大ジャンボってあるんですよ。はい、で釜揚げのあったかいうどん、これはねうまい、うまい、うまい。もうね、あのここもよく行きます。あ、だね、その一番近いところで一番うまい、うん、うわ、話した、話しよった、ガシラかな。一番おいしいところはやっぱね、キングガモうどんとか。へえ、うん、けどここはもうゴールデンウィーク中はやってません。うん、はい、ここはね僕もよく行くとこやけど残念ながらやってない。香川のレジェンド的うどん屋さんですよね、ガモね。ガモ、うん、ウエスティンは映ってないけど、ウエスティンがおすすめのフィンチから近いうどん屋さん。フィンチから近いって考えたら僕はワタヤっていううどん屋さんです。ワタヤ、はい、ゴールデンウィークやってないやろ。やってないですかね。うん、祭日休み、漢字、漢字です、漢字。ワタに谷って書きます。おお、肉ぶっかけがおすすめです。ボリュームがかなりいいお店、ボリューム満点。ちょっと小食の人は、普通のうどん屋さんは、うん、小とか中とか大とかあるけど、うん、ハーフっていうのがあるんで、うん、それを頼んだ方がいいです。あ、でも休みなんや。休み、多分休み。中日の平日とかは空いとるかもしれんけど、あとは休みやね。あと骨付き鳥食べたいないう人は、うん、ピンチのすぐ近くが骨付き鳥発祥の丸亀市でしょ。はい、ってことはなんか美味しいおすすめのとこない。まあ一角、一角ですよね。ゴールデンウィーク予約早めにせないか。いや、予約は取ってない。あ、予約取らんのか。もう並ばないかんのか、うん、してくれん予約は。ってことは並べは取れ、食べれるんや。そう、並んだら食べれる。で本店が美味しいけど、土器店、本店は席数少ないんで、うん、土器店っていう方に行った方が比較的並ぶ時間も少なく行けると思う。なるほど。それもね、来たら全部教えるんで、うん、行く前に寄ってくれたらと思います。まあけど比較的空いとるところを案内はするんで。あと僕がよく行くイタリアンのお店、はい、あ、うん、コーボっていう、コーボ、 COVO、 コーボ。あとさ、はい、うん、ここせっかく香川に来たら香川の肉食べたいな、ね、オリーブ牛食べれるところない。オリーブ牛ね、オリーブ牛か、釣れました、はい、お、やった、あ、でかいやん。えよう引いたやろ、めちゃくちゃ引いたやろ。オリーブ牛か、ここ、あ、でかいやん。でかい、4畳場やん。よう引いたやろ、ここ、マジ、山形めちゃくちゃ引いたやろ、はい、やりました、やった、ここ来て、ここ、え、でかい、4畳場やん。まさかの、マジ、山形さん、いや、ちょっと、大きいに投げて、え、でかでか、5倍ぐらいあります。感じゃった。いや、もうそっと、もうそ、大きい、前ある、まだ冬アップを、はい、初登場、僕の5倍ぐらいピンチの店員さん、山川と言います。山川です、はい、まだどう、初まともなサイズ。めちゃくちゃ嬉しいです。これはめっちゃ引いたやろ。めっちゃ引きました。ちょっともっと大きいと思わんかった。もっと大きいと思うから。マジ何センチぐらいあるんですか。まともなサイズ。43ぐらい。
めっちゃ引いたやろ。やった。ちょっと一人。ちょっともっと大きいと思うんだった。やった。40。いやこれはしかもルアー何？ノッケ。ノッケ。ルアーディレンジです。ディレンジ。はい、あディレンジ出てきたの。出た。はい。いやーこれはしかもルアー痛いやろ。痛い。ノッケ。このねノッケ。ルアーの横に突っ込むに浅く持ったら痛い。ディレンジ。あディレンジ出てきたよ。はい。ありがとうございます。やりました。すげー痛いやろ。このねベロの横に突っ込む、はい、浅く持ったら痛い。やっぱディレンジなんよね。あそうやな。すげえ。やっぱディレンジが釣れる。変えたくなってきた。やっぱディレンジなんよね。いやもう今ねアーウィー君変えたんですか。あやっぱディレンジが釣れる。すぐ2発当たりがあったけど。ああなるほど。さっきまでの当たりのなさは何だったって。いやもう今ねアーウィー君変えたんですよ。ですぐ2発当たりがあったけん、さっきまでの当たりのなさは何だったんだろう。切れた。あー背切れ。うせやろ。まあまあでかかったんやけど。まあ。あー背切れ。切れた。あー背切れ。なんで切れた。うせやろ。まあまあでかかったんやけど。合わせ切れ。なんで切れた。いや、うん。B から切れた。うわー、ショック。まあもう今日こんな日やわ。いや、うん、というわけで、はい、B から切れた、はい。今日はこんな日です。ゴールデンウィークスタートです。はい、こんな日もある。はい、あもう今日こんな日やわ。というわけで、はい、今日はこんな日です。はい、こんな日もある。はい、バイバイ。